シバがアンダカを倒す場面アンダカはシバとパールバティの三番目の息子。シバが苦行に明け暮れているためパールバティが退屈しのぎにシバの目を塞ぐと闇が世界を追った。その暗黒の闇から恐ろしい盲目の子が生まれた。この子は盲目のものを意味するアンダカと名付けられた。その頃、アスラ親族であるヒラニアクシャは息子が生まれることを祈って苦行していた。そこに、 死亡が現れ安高を里子として預けた。その際にもし、安高が世間の憎悪を受けたり母を求めたりバラモンを殺した時には自身で焼き殺すことを告げた。安高は成長したヒラニや悪者の国の王となった。即位した直後、彼のいとこが彼を倒そうと企てていることを知り、森へ逃れて瞑想を始めた。彼は断食し 片足で100万年以上立ち続け、自身の体の一部を切ってブラフマーへの供物とした。すると、ブラフマーが現れ、アンダカは目が見えるようになることと何者にも殺されない不死身になることを求めた。ブラフマーはそれに応じ、アンダカが自身の母を結婚相手に選ばない限りは死なないようにした。アンダカは王国に戻り、いとこな野望を打ち砕いた。そして数百万年が経ち、 三人の将軍たちが偶然、洞窟でシバとパールバティに出会ったが、それが彼らだとは気づかなかった。将軍たちは、王の日にふさわしい美しい女性を発見したとして、報告した。安カはパールバティに結婚を申し込んだがシバがそれを拒み、戦いが始まった。他の神々とアスラを巻き込んだ何百年に及ぶ、戦いは、シバの勝利に終わり、 芝は息子の胸に三叉策矛を突き刺して殺した。ありがとうございます。